マリサよ。今回はこの地図を見てくれ。なんだなんだ。これは日本地図ではないか。今回は何を取り上げるんだ。ここに水色で示した河川ユーロがある。ふむ、主に関東と北海道に流れているな。一体これらは何なんだい？では、ここで問題だ。今、5本の川が日本地図に示されている。これらの川は何の川でしょう？そうだな。いずれも長い川だな。まさか、日本でも有数の長さを誇る川たちか？正解だ。やったぜ。これらの5本は、河川のユーロランキング、推計全体で、1位から5位に入る川なんだ。おお、当たったのか。でも、いずれも東日本や北海道にあるんだな。西日本にはなくて少し寂しいな。では、ここで、それぞれの名前をかぶせてみるよ。信濃川や利根川など、聞いたことある川ばかりではないか。そうなんだ。順位とともに見ていくと、1位は信濃川水系、2位は利根川水系、3位は石狩川水系、4位は手塩川水系、5位は北上川水系となっているよ。ちなみにこれは水系のランキングなので、本流だけでなく支流も含めたランキングだよ。北海道には2本もあるのか。さすが北の大地だな。あとは関東と北信地方、そして岩手県って感じなんだな。そういうことだ。では、ここでそれぞれの長さを重ねてみよう。信濃川水系は367キロ、利根川水系は322キロ、石狩川水系は268キロ、手塩川水系は256キロ、北上川水系は249キロとなっているんだ。いずれも長いんだな。ユーロってことは流域面積はどうなるんだ？やはり長いから、そのままの順位となるのか？いや、そうではないんだ。流域面積推計となると、少し順位が変わるんだ。では、流域面積推計の、ランキングも見てみよう。流域面積では、長さ2位だった利根川水系が1位となり、長さ3位だった石狩川水系が2位、長さ1位だった信濃川水系が3位に落ち、4位には北上川、そして、5位に愛知や岐阜を流れる、木曽川水系が入ってくるんだ。おお、ここで木曽川水系が順位を上げてくるんだな。この木曽川水系は長良川、揖斐川、木曽川の3つの本流の総称。そのため流域面積が広いんだ。そのような事情があったんだな。他には、流域面積では関東を流れる利根川が1位となり、北海道の石狩川が2位とランキングを上げるんだな。そうだね。そして、長さ1位だった信濃川は3位となるんだ。これにはやはり理由があるの？おそらくだが、利根川や石狩川の下流には大きな平野がある。利根川には日本一広い関東平野がある。石狩川には日本で2番目に広い石狩平野がある。そのような場所があるんだな。これらの平野を流れるため、流域面積が増えるんだろう。一方で、信濃川にも越後平野があるが、これは2つに比べると小さいんだ。これらの理由から順位が変わるのだろう。なかなか面白いことだね。では、今回の話である川の長さ順位に戻そう。戻ってきた。そして、今回はこの5本の河川について、標高図や写真などを使いながら、主に本流について簡潔に紹介していこうと思うんだ。それは楽しみだな。では、早速見ていこうか。それじゃあ、ゆっくりしていってね。信濃川水系。では、まずは長さランキング1位の、信濃川水系についてだ。この河川は主に長野県と新潟県を流れる河川で、日本海に注ぐ川なんだ。その長さは水系全体で367キロもある、日本を代表する河川なんだ。では、本流全体に近づいてみよう。おお、これが信濃川か。この信濃川は、長野県の間は千曲川と呼ばれ、新潟に入ると信濃川と呼ばれる川なんだ。写真で見るように、長野県の低地を曲がりながら通り、越後平野を形作り、日本海に注いでいるよ。当然だけど、山地は避けて通っているね。では、ここで標高図をかぶせてみようか。ちなみに信濃川を消すとこうなる。このように標高図を見るだけで、ユーロが浮かんでくるんだ。これは、やはり山地から流れ落ちた水が集まり、信濃川を作っているからなんだ。では、ここで信濃川の流れを地図とともに見てみよう。なんだかぐねぐねしたのが増えたぞ。この信濃川と繋がっている、細く青い線は信濃川の支流だ。このように信濃川水系の流域には、長野県で松本市や長野市、上田市、新潟県だと魚沼市、長岡市、新潟市などがあるんだ。多くの人が住んでるんだな。そうだね。その流域人口は約295万人と多くの人が住んでいるんだ。そんだけの人がこの川の恩恵を受けてるんだね。では、ここで、標高図を見ながら、ユーロ沿いの地形を見ていこう。これは標高図だ。そして、ここに主な地形をかぶせるとこうなるよ。この信濃川、長野では千曲川は、埼玉、山梨、長野の県境に位置する。拳ヶ岳の長野県側斜面を源流とするんだ。そして八ヶ岳、関東山地などを源流とする、諸河川と合流しつつ、佐久盆地、上田盆地を北流する。
ちなみに上田盆地には、真田氏で有名な上田城があるんだ。真田親子もこの千曲川を見たことだろうね。そうだね。そして、その後、信濃川は東に折れ、長野市を通るんだ。ここは善光寺平と呼ばれてきた長野盆地があるよ。観光で有名な善光寺もここにあるんだね。そうだね。そして、この盆地で信濃川は、最大の支流である犀川と合流するよ。この犀川は飛騨山脈を源として、松本盆地を通る支流だよ。遠いところからやってくるんだな。ちなみに川中島の戦いって知っているかい？ああ、知ってるよ。上杉謙信と武田信玄の有名な戦いだよね。その川中島という地域の、北端に合流地があるんだ。ほう、じゃあ、水系の流域で戦われたということだね。そういうことだろうね。そして、合流後、信濃川は、長野市の東縁を流下すると、治水の難所を通り抜け、飯山盆地を貫通後、新潟県境に至るんだ。長野県内でくねくね曲がって、新潟までやってくるんだな。そして、その後、新潟県に入ると、十日町盆地を通り、魚野川と合流した後、大河津分水路で分水されて、本流は日本海に注ぐんだ。大河津放水路は、信濃川の水量を減らし、越後平野を管轄するために作られた放水路なんだ。信濃川の治水で行われた大きな工事なんだ。このように信濃川、千曲川は、長野県と新潟県を流れているんだ。そして、多くの地域と深い関わりを持ってきたんだ。では、河川沿いの都市が、わかる地図にして、地域と、信濃川の関わりを見ていこう。ちなみに小屋尾が信濃川の本流だ。このように、信濃川沿いには多くの都市がある。長野市や長岡市、新潟市などのもあるね。そうなんだ。では、まずは長野県において見ていこう。この千曲川はひとたび洪水となれば、地域に甚大な被害をもたらしてきた。しかし、平時ではその表情は優しく、穏やかな川なんだ。中流域の飯山市にある、菜の花公園などでも見られる。遠くの北アルプスを望む眺望は、まさに信州のイメージそのものなんだ。また、この千曲川沿いは、信州のイメージである。リンゴの生産地としても有名だよ。そして、ウグイの産卵習性を利用した、つけば漁は、千曲川の春から、初夏にかけての風物詩となっているんだ。ウグイの塩焼きや田楽、天ぷらなども楽しめるよ。お、美味しそう。お腹が空いてきたな。一方で、北の新潟県では長岡市で行われる、長岡祭りの、大花火大会などが有名だ。信濃川と花火を見てみるのも良いだろう。他にも、下流部の大河津分水では竣工を記念して、大河津記念公園が作られた。この公園には分水工事に関する石碑や、資料館などがあるよ。また分水の堤防には、およそ3000本の桜の木が植えられており、桜の名所として知られているんだ。そのようなところもあるのか。ぜひ、信濃川にも行ってみたくなってきたぞ。それはよかった。これが日本一長い川である信濃川についてだ。では、次の河川を見てみよう。利根川。次の河川は日本2位の長さを誇る利根川だ。この利根川は長さでは2位だが、流域面積では日本一位となる大きな川なんだ。その流域は群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京にわたる河川だ。そんなに通るのか。また、驚くべきはその流域人口だ。先ほどの信濃川は295万人ほどであった。しかし、この利根川の流域には、約1300万人の人が住んでいるんだ。これは日本の総人口の10分の1に当たる人口だよ。お、多いな。群馬、埼玉、千葉も通るからそうなるのか。では、そのような利根川に近づいてみてみよう。これが利根川の流路だ。群馬の北部から始まり、関東平野を流れているんだな。そうだね。では、地図を重ねてみようか。このように沼田市や、前橋市、そして埼玉の県境、千葉と茨城の県境を通り、太平洋に注いでいるんだ。多くの市が恩恵を受けているんだろうね。そうだね。では、地形で見てみようか。この利根川は新潟県と群馬県の県境にある、大峰神山を源として、大小の支線を合わせながら、関東平野を北西から南東に貫き、千葉県銚子市で太平洋へと注いでいるんだ。ちなみにこの利根川という名前が、いつから使われてきたのかわかるかい？なんだろう。わからないな。実は利根川の名称が初めて文献に見えるのは、万葉集なんだ。そんなに昔からあるのか。ちなみに利根川の水源は、長い間、謎だったんだ。1894年に、初めて組織的な水源探検が行われ、詳しい地図もない中、山奥への調査が行われたんだ。ロマンのある話だな。しかし、この時は水源は見つからなかった。そうなのか。その後、1926年に第2回水源探検を実施し、水源は大峰神山と確認された。だが、この時は地図の不完全さもあり、源流部を解明できなかったんだ。そして、その後、1954年になって、第3回水源調査団が、利根川の水源を突き止めたんだ。ようやく見つけたんだな。そして、この利根川について言えば、やはり当選事業が外せない。
当然需要？古来、利根川は太平洋ではなく、東京湾に注いでいたんだ。え、でも今は東に流れて、太平洋へと向かっているよね。そうなんだ。これは近世諸島から行われた、河川改修工事によって、東に流路が向けられたためなんだ。ほえー、思い切ったことをするね。この東遷事業の目的は、江戸を利根川の水害から守り、新田開発を推進すること、船運を開いて、東北と関東との交通、輸送体系を確立すること。そして、東北の雄、伊達政宗に対する、防備の意味もあったと言われているよ。なるほどね。しかし、ものすごい大事業だなぁ。ということで、利根川の説明は以上としよう。では、次の河川を見ていくよ。石狩川。次は第3位の長さを誇る河川、石狩川だ。石狩川は北海道中西部を流れる河川だ。この川は長さでは第3位だが、流域面積では第2位となる川なんだ。流域内の人口は312万人となるんだ。では、石狩川に近づいてみよう。北海道の真ん中あたりから、西に流れる川なんだな。そうだね。では、地形でも見てみよう。この川は石狩岳の西斜面に源を発し、ここから上川盆地、石狩平野を通り、石狩湾へと注ぐんだ。そして、石狩平野には札幌があるよ。では、地図でも見てみよう。このように旭川市や札幌市、石狩市を通る河川なんだ。北海道の社会、経済、文化の基盤を、成しているとともに、重要な食料供給地となっているよ。そして、中下流部に広がる石狩平野は、かつては広大な泥炭地が続き、その中を川が縦横に蛇行して、氾濫を繰り返していたんだ。この石狩川の治水は、明治の開拓から始まり、農地開発によって、農業地帯に変わっていったんだ。北海道の豊富な食料は、この石狩川の影響もあるんだな。またこの石狩川沿岸の地域では、様々な形で利用されている。例えば、市街地周辺では、運動広場や花火大会など様々な形で活用され、他にも冬祭りや、魚釣りなどの水面利用もされているんだ。また鮭の、稚魚放流活動なども行われ、鮭の遡上、産卵などの観察もできるんだ。以上が石狩川についてだ。では、次の河川を見ていこう。手塩川。次は日本4位の長さを誇る手塩川だ。この川は北海道の北を流れる川で、本流の長さは256キロとなっている。では、近くに寄ってみよう。この河川は、北見山地の天塩岳付近に源を発し、中流域で、チョウザメや鮭の養殖業が、営まれる名寄盆地に入り、その後、同盆地を北へ流れ、山間渓谷部に入り、下流域で主に酪農が営まれる、天塩平野に至るんだ。そして、日本海に注ぐ川だよ。北海道では、石狩川の次に長い川なんだよね。やっぱり北海道はスケールが大きな。そうだね。また、この川の名前の由来はアイヌ語の、テシオペ、漁のような岩が多い川、と呼ばれており、独特の景観を持つ河川でもあるんだ。そのため北海道遺産にも登録されているよ。上中流部では稲作や畑作が盛んで、下流部では畑作や酪農が営まれているんだ。さすが北海道だね。また、河口近くでは、鮭、マス漁のほか、シジミ漁も盛んだよ。食べてー。そして、河川の利用として、カヌーが有名だ。この手塩川は、河口から158キロまでの区間は、川を横切る障害物がないことから、カヌーの敵地と知られ、カヌーツーリング大会が開催されているんだ。以上が手塩川についてだ。北海道にもいろんな川が流れているんだな。そうだね。地形に関しては、やはり北海道はスケールが大きいよ。では、次の河川を見ていこう。北上川。次は長さ第5位の北上川。この川は岩手県、宮城県を流れる川なんだ。この河川は、東北地方の河川の中では、最大の河川となるんだ。また日本の河川として、勾配がかなり緩いことが特徴となっているよ。では、北上川に近づいてみよう。南北に長くて、平野を流れているんだな。こうしてみると、岩手県の主要都市ってこの河川沿いにあるんだな。そうだね。では、地図とともに見ていこう。北上川は岩手県岩手町の、湯はずの泉に源を発し、盛岡市、花巻市、北上市、奥州市、一関市などを通って、北から南へと流れるんだ。また宮城県登米市で、旧北上川を分け、洪水防止のため、開削された新北上川に入るんだ。この東に行っているのが新北上川なんだな。一方で、旧北上川はそのまま南へ流れ、石巻市で石巻湾に注ぐんだ。では、地形とともに見てみよう。このように東に北上山地、西に奥羽山脈の後方があり、これらの山地から流入する、数多い支線を合わせて、北から南に流下するんだ。
また、この北上川の流域面積は、岩手県側では岩手県の約5割、宮城県側では宮城県との約4割となっているんだ。両県の多くの人にとって欠かせない河川なんだな。そして、この北上川の治水事業は、半世時代以降から本格的に始まったと考えられている。中でも著名な治水事業は、江戸時代に実施された、伊達宗直による、北上川本線の、稼働付け替え工事。そして、河村村兵衛らが実施した、河川の稼働付け替え工事が挙げられるんだ。これらの河川工事によって、北上川下流域の洪水被害は激減し、新田開発が活発になったほか、上流域の三米を江戸に送るための、水上輸送網が確立されたんだ。また、現在はこの川は、堰などの河川構造物が少なく、上流から下流までカヌー等で下ることができるため、水面利用が多い川でもあるんだ。他にも桜の名所として、有名な北上市の天正地公園や、盛岡市中心部の中津川河川敷には、多くの人が集まり、イベント等も行われているんだ。ぜひ、行ってみてーな。以上が北上川についてのことだ。ということで、今回の日本の河川長さランキングトップ5はここまでとしよう。信濃川、利根川、石狩川、手塩川、北上川、といった河川の説明をしてきた。いかがだったかな？いずれも東日本にあるのが、意外だったな。まだまだ日本には河川があると思うので、5位以下のランキングも知りたいぞ。5位以下の河川については、またいずれ紹介しようと思う。というところで、今回は終わりとしよう。それじゃあ、またねー。またねー。